はようございます。今日はなんかモルックの始球式に来たんですよね。前回練習やってたじゃないですか。小山くまさん全然当たってないですよね。ちゃんと練習したんですか。おしばしば上からはダメねダメ ね, でもね下からね。じゃあ行けちゃいますね。じゃあ頑張りましょう。なんか今日話に聞くと日本代表とか世界一の選手が集まる大会らしいんですよ。ぜひね、いろんな人と開運パワーを分かち合えればと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は死亡式ですからね最悪ですから。ありがとうございます。はい、頑張ってください。もうこの後すぐですからね。小山くまさん、なんかアドバイス聞いた方がいいんじゃないの。なんか練習して全然当たんなかったっていうから。アドバイスどうしましょうかね。振りが結構大変そうですよね。そうしたらちょっとね、こう横向きにこう投げた方が、あ、それがいいかもしれないですね。おっ、くばっさん、期待してますよ。トーナーさん、村岡さん、始まっちゃいますよ。緊張してます。さっきなんかモルフィンさんに教えてもらってましたけど、そうね、そう。どうですか、成功できそうですか。いけますか。応援してますんで。結構多いですよ、もう人。はい、それでは、警告となりましたので大会式の方を開催いたしたいと思います。大きなコートがですね、こちら1番、2番、3番目の、第3コートの方で行いますので、参加者の皆さんにおかれましては第3コートをご利用の形で移動いただければと思いますので、そちらもご協力よろしくお願いいたします。第3コートまで行きましょう。はい、ではただいまから死亡式取り行っていきたいと思います。本日はこの死亡式のためにですね、栃木県小山市の、マスコットキャラクターでもあります小山熊に来ていただいております。ありがとうございます。それでは簡単に小山熊の紹介の方をスタッフさんの方からしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。彼ですね、小山熊と申しまして、小山市正式名称海軍小山熊と申します。現在10周年、5月15日で11周年を迎える、小山の認定キャラクターとなっております。わかりやすく顔が漢字の小山でできております。皆様に愛されて10年間いろんな活動をしておりまして、現在は小山市の街をいろいろ歩きまして、各飲食店さん、商店さんのところに取材をさせていただく小山熊散歩から、今年は栃木県で国体が行われますので、そちらのイメージキャラクターにも、選出されております。で、話が長いと皆様の試合に、出場が出てしまいますので、小山熊の特技だけ皆様に、見させていただければと思います。
小山熊、正式名称開運小山熊と申しますので、開運の力を皆様にお渡しすることができます。それでは小山熊くん、準備はいいかな？じゃあ皆様の方を向いて、開運パワーというものを皆様に差し上げたいと思います。開運パワー、皆様の本日のゲームが盛り上がるようよろしく始球式させていただきますのでお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、実際に小山くまの、死亡式に移らさせていただきたいと思います。はい、じゃあ小山くまのタイミングで、投げちゃってください。お願いします。くまさん、くまさん、当たっちゃダメだからちょっと待ってありがとうございます。では改めましてよろしくお願いいたします。はい、ですので惜しくもまあ0本となってしまったんですけれども、小山くまありがとうございました。ダメだったじゃん。どうしたの？練習したじゃん。だけどうしたの？緊張した？緊張した？どうする？ちょっとピンクのユニフォームの全日本チームみたいなちょっと聞いておよっかそれで何がダメでしたか？ありがとうございました。すいません、始まります。始まりますよ、熊さん。ちょっと邪魔できない範囲で応援しよっか。レベル高いよ、みんな。クマさん、やっちまいましたね、今回。いやー、でもあれだね、また来年来たくなったね。ちょっと後ろ振り向いてみなよ、クマさん。またこの場所に戻ってこようね。